とこですね。いいとこですよね。伊勢神宮も近いしね。近いですね。伊勢島なんて南北とかあるぐらいですからね、うん、いいとこですよ。これやっぱりね、島に縁があるんですよね。あ、そもそも島の人間じゃないのに、お島行くこと多いですね、お他の人に比べると。10時45分発和具経由上島駅乗船のお客様は7番乗り場までお越しください。最近三重よく来るんですよ。そうですね、急に来始めて、で、この間も伊勢神宮行ったでしょ。伊勢ですね。で、先日も、まあ、あの番組で、はいはいはい、座敷わらしを楽しんで三重に来てるんですよね。これからあのとある島に向かおうと思ってるんですけど、で、今回こちらのチャンネルにあるお便りいただきまして、これがですね、ちょっとなかなか面白いようなことが書かれてるんですよ。面白いことっていうよりもなんかあるんじゃないかなって思わせるような。で、ちょっと読みますね。はい。人間 TV の皆様、はじめまして。いつも番組を拝見させていただいてます。この度は僕のふるさとについて調べてほしいことがあり、お手紙を書かせていただきました。僕は子どもの頃、鳥羽の上島という島に住んでいました。親の仕事の関係で小学校の途中で島を離れたのですが、島に住んでいた頃、何度も心霊現象に遭遇しました。で、当時は子どもの作り話だと言って誰も相手にしてくれなかったのですが、僕の中ではあの頃感じた違和感が今でも記憶としてはっきり残っています。こうして大人になって振り返っても、あの島はどこか不気味な島でした。島の人たちがまるで目に見えない何かに異様に縛られているような、そんな気がしたのです。当時それについて聞いても大人は誰も答えてくれず、触れてはいけない領域があるんだと子供心に悟ったのを覚えています。島を取り巻く目に見えない何か、その正体を番組でぜひ調査していただけないでしょうか。自分は島を離れて久しいのですが、当時お世話になっていた方の住所を送るので、もしよければその方を訪ねてみてください、というような。不思議ですね。その島の名前が上島っていう。上島ね、はい。まあ、いろんな曰くがあると思うんですよね。まあ、今回ちょっとあえて調べずに僕はこの場にいるんですけども、ね、当然島っていろんな風習ありますね、ね、言い伝えられて、その習わしなんかもあると思う。早速ちょっと向かってみましょうか。そうですね。いるっていうのもね、不思議だけどね。どうでしょう。だから人里離れてっていうか、逃げていく人とかね。鳥羽藩のその島慣らし、そうかそうか、なるほどね。そうかそうか、もう帰ってこれないようにしちゃうんだ。あれ？あの島？よいしょ。よろしくお願いします。ちょっとご紹介します。今回いろいろ宿で、はい、宿の息子さんなんですけど、うん、いろいろ手伝ってくださって。お世話になります。原田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかパッと見ると、家も多いし、人がたくさん住んでるような、ね、感じしますけどね。まず一回宿に荷物を置いて、ちょっと準備をしましょう。うん、はい。
ソミン将来があります。あ、これって何のご存知なんですかこれ？これ魔除けですね。魔除けって厄除けですね。あ、こっちにもある。山本さん、あの、はい、屋根の上のあの置物は何なんですか？これね、なんかうちの おばあさん言ったけど、この辺は一年中つけっぱなしっていうか、昔その蛇やったかなんかを助けた人が、その助けた蛇が神様やって、でその助けてもらった蛇がなんか人の神様の形になって、あ、助けてくれてありがとうと、お前のうちの家族はずっと先々まで栄えさせたので、うん、玄関の前にこれか飾っとけて分かるように。っていう、ね、そうです。もう、あの島のあれに全部。どんどん家にも。そうですね。全部あの、はい。こんにちは、原田です。お邪魔します。お邪魔します。ちょっと部屋映しちゃってもいいですか？あそこにお墓があるな。海が見渡せる場所に。結構こういう仕事をしてて島に多く行ってると思うね、うん、旅番組もそうだし、ドキュメンタリー番組もろもろ、なんかちょっと違う感じするね。俺も感覚的に今までいろんな島行ったけど、どの島とも違う感じがするね。さっきの山本さんのお話もちょっとその世界に入って行ってんだけど、まあ、ちょっと悪い言い方すると訳があるような訳ありの島のような感じするよね。大きな海難事故ありましたんですわ。目先に祀られている神様ってのは呪物じゃないかって。神島の人たちにとってる海ってのはどっちかというと恐ろしい対象、うわやばいぞこれ。なんで神島っていう名前なのかなっていう、もう島に飲み込まれてる感じしますね。よそ者に。どうしよう、やばいぞ。水の神は水の神じゃ。墓石の墓場みたいじゃない。うわ、出た方がいい。出よう。体勢整えて、うん、撮影の準備する。はい、そうしましょう、うん、じゃあ降りて、うん、西の方らしいんで西の方に行きます。迷子になっちゃいそうなのこれすごい。また不思議な。海の神様とか、こういうのかもしれないですね。何も書いてないですけど、うん、オブジェなんでしょう。完全に何かを祀ってますよね。なんとなく。全部ソミン将来ありますね。ありますね。ね、そっちですね。こっち、はい、多分道続いてますね。めちゃくちゃ入り組んでるの。はいはい。にわがいます、ね。目的地は、この階段の突き当たりにある、うん、瓦屋根の青い家、はい、を目指してます。はい、これお堂じゃないですか。そうですね。あ、神社の社務所があるから。阿部さん、これ相当古そうじゃないですか。結構相当寝たいと思いますけどね。絶対お参りした方がいいです。あ、そうですか。はい、まあ、やっぱ海の神様お祭りされてるようで、うん、あとですね、村民将来あるじゃないですか、はい、スサノオの怒りを買わないようにっていうので、まあスサノオの信仰もあるんです。疫病とかの神様でもあるので、その疫病除けとか開運祝福のためにあれ村民将来子孫家って書いてあるんですけども、はい、うん、蛇の神を祀ってるっていうのが伝承としてあるってことなので、聖書にもね、あのアダムとイブに知恵の実を食べるようにそそのかす、うん、あ、そうですね、蛇ですよね。あの蛇なんで、はい、どっかにあるんですかね、その蛇のモチーフにした。モチーフがあるんでしょうか。何かね、行ってみましょうか。はい、あ、これも心がありますね。そうですね、これ像じゃないですか。あれアシュラです。アシュラですね。丁寧にお参りしましょう。はい、はい、
ちょっとだけ、はい、唱えたて祭る光明神門は大日不問の満足を23時に集めた本がぼきやべえ武者のまかぼだらまにハンドマジンバラハラバリタヤウル。あんまり喜ばれてないです、うん、気をつけないと。よそ者だからという感じを受けました。あんまり喜んでないです、うん、気をつけましょう。アシュラってどういう意味ですか。アシュラっていうのはですね、いや戦いばっかりしてる神様だと思っていただけるといいですね、うん、終わりなくずっと戦い続けてるっていう、心が休まらないっていう感じですね。戦いばっかり続けて、こんな穏やかな島になんでアシュラが、はい、なんでなんでしょうかね。こちらにあって、うん、平和なんですけどね。あ、この家、はい、これはもう住んでないね。どう考えても住んでないね。でこんだけ焼き上がって、まあ、何らかの理由で、まあ、亡くなってるかもしれませんしね。まあそうですね。ねえ、消防設備ですか。本当だ。これが神社があるよ。これなんだ。立派ですね。立派ですね。ちょっと待って。ここは八代神社なんですよ。あ、こちらがそうなの。ね、阿部さん、ここがそうなのかな。ね、ちょっと行ってみましょう。はい。さっきと全然違いますね。全然違う。さっきの何だったんでしょう。おとなしかったんですよ。あれも社でしょ。いや、分社みたいなじゃないですか。ああ、いくつもご世人があるんだ。はい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 。スサノオね、もちろん。はい。ちょっとあと申し訳ないですけど、読めない。不肖、なんて読むんですか、不肖クザ。なんて読むんでしょうか。鏡って書いてあるんですね。本社創立がもう不詳だと。そうです。で鏡多数。はい、鏡なんですね。ね。鏡を神仏としてたってことですね。蛇の貝、蛇じゃないですか。扇のやつは。あ、本当だ。蛇だ。蛇を祭りしてるんですね。だ、ここ阿部さんはあまり変な雰囲気は感じられないという。うん、自分としてはここ島の守り神という感じはしますね。綺麗ですよ。うん、綺麗にされてますよね、うん、なんかいろいろ見てみたくなるな。うん、随分コンパクトにいろんなものがあります。そうですね。これ上島のいろいろ歴史が書いてある本ですね。独特の祭りですね。独特ですね、これ。このゲーター祭りってどのくらいの歴史があるんですか。どれぐらい前からやってるんですか。ほら、なんかあの年寄りの人も聞くんですけど、はあ、なかなかなんかかなり古いとしか分からない。なんかよく聞くのが太陽市、その祭り自体がその輪っかを毎年それを作り直すんですよ。はい、31日の晩から作って新たに、うん、1日の未明に竹でバーッと叩いて、うん、で竹で叩いてそれをみんなで担いで、はい、でそういう竹 でそれを落として本物の初日の太陽をあげるみたいなことをおっしゃる人も。
それがそのヘビ屋っていう人も、なるほど、血の輪氷みたいなのありますよね、はいはいはい、あれやっていう人もいます。まずゲーターっていう名前が何語なの、まあ、これな、まあ、どういう意味があるんですかね。もう本当になんかそれも分かんないですか。もう分かんないです。ゲータンっていう人もいる。ゲータンがなまったんやとか言う人もいるし、竹が反対になってみたいなこと言う人もいるし、はあはあ、なるほど。奇祭って言っちゃっていい。奇祭かもしれないね。奇祭ですね。奇祭だよね。わからないけど続いてるって不思議ですよね。まさに神島ってこんなドストレートな。そうですね。神の島ですからね。パーッとこういうふうにね、こういう本でちょっとこう触れてみても、ここに住んでる人が神に対する信仰心とか敬いのそういった念みたいなのがなんか感じますよね。うん、これさ普通じゃないと思うよ、このスタイル見てよ。新刊じゃないですよね、別に普通の方たちですよね、おそらくね。の人たちがここまでしてさ、太陽と蛇を信仰する、崇めるってよっぽどなことだと思うんだよね。この本当のあれはもう、女の人はこれは入ったらダメなんです、触ったらダメなんですけど。え、この輪を、あ、もうとにかく女の人はなんか何から何まで触れたらダメです。そのお祭りやっとんのも近く寄ったらもいい。みんな男ですね、当然映ってる人はね。もはや女の人は遠くから見る。あそこから時も部屋に入ったらいかんし、まあね、あそこまで厳しいんですか。めちゃくちゃ厳しいです。その間は神社にも上がったらいかんし、うわ、だとにかくすごい厳しいもんで、その余計つなあのできやんっていうか、うん、同伴性もですね、うん、ああこれってな、うん、どういうことですか。これ魔除けですね。魔除けなんです。これがあの安倍の生命を表してて、こっちが足や道間を表してるんですけども、まあ海に潜る海女さんとかの鉢巻きみたいなのにもうこれやるんですね。非常に強力な魔除けで、で女性参加しないって言ったじゃないですか、うん、で女坂にいるのは背の高い女の妖怪、うん、でもあの山形の あの神の湯も、はい、山の神は女性なんで、はい、男しかダメなんですよ、うん、あでもなんか昔今でも人も言いますけど、八代神社は女の人やで、カップルで上がったらいかんってよく言われる。今思い出したけど、山の山行くのは。なるほど。だからこれ男女で行くといかんって言われた。アマさんについて、ね。あ、そうですね。これ。あ、本当だ。うんうん、これやるんですよ、魔除けで。アマさんにも魔除けついてる。うんうん、ついてるんですよ。この辺のその一番最初の一年のアマさんの祭りなんですけど、はい、一番最初の正月にやる。うん、これはこれであのこの辺は神様の神域なんで、うん、もう入る人は限られているし、もう下手なあまり踏み込んじゃいけないみたいな感じ。じゃあこの神島の人たちにとってる海っていうのは、はい、遊ぶ対象ではなくてちょっとどっちかというと怖い。そうですね。僕もなんかもうどっちかというと恐ろしい対象が、うん、まあ、そういやそう思うと思うわ。ここで生活してたら、はい、うちらの感覚の海じゃないよ、うんうん、もう絶対入ったらいかん日とか絶対入りませんし、うん、もう本気で怒られます。僕の海にお盆とかね、そういうあの入ったらいかん、山へ入ったらいかん日とか、ラーメンとかで言うと、あの率直な話、この島での例えばここが心霊スポットいわくつけの場所とかっていうのはあるんですか。あでもまああの僕らも子供の頃からそのなんかね遊び半分みたいなんで、うん、聞いたところとかはなんか花赤峠ってその学校の通学路にあるんですけど、花赤峠です。花赤峠、はい、花が赤なると、もう風がすごいビッグで、あなるほど、もう文字通り花が赤くなるんですけど、まあ、そこでなんかあるやらなのとか聞いたことあるし、まあ、海の方行くとなんか無縁仏とかもね、海の方に無縁仏があるんで、はい、やっぱこの辺こうやっぱ波が偉いじゃないですか。もうほとんど外洋なんで、はい、その伊良湖航路とかでも、はい、あのだいぶ亡くなった人も工事の際に亡くなった人がおったりして、で、まあ、その安全祈願をするためにそのこの八代神社に宝を捧げたんじゃないかみたいな話も宝よく、はい、結構あの八代神社にあの200いくつだったかな、宝銅鏡ですとか昔は鏡とか剣とかそういうのが祀られて、まあ、そういう人らが、まあ、安全祈願のためにやっとんちゃうかみたいな話とか聞いたことありますけど、まあ、学校の方、裏の方ですね、やっぱ海の、うんうん、上の方、裏の方行くと結構まあちょこちょこなんかそんな聞
聞いたことある。海ですから亡くなってる人もね多いでしょう ね、 多いですね、うん、掘れば掘るほどいろんなことが出てきそうな。そうですね。いや出てくるけどなんか真相に迫れないっていうなんかもどかしさもあるよね、うん、確かに、うん、これ誰に聞いても多分わからないことかもしれない。ずっと謎のままその謎を受け継がれてきたかもしれないし、うんうん、このわからない、結局俺何でもそうだと思うんだけど、そのわからないからこそいい部分っていうか、うん、ロマンでね、うん、それいろんなことに言えると思うんだけど、知ればいいってもんじゃないっていうかさ、うん、アンタッチャブルな方がそこにロマンを感じたり、誰でも彼でも今情報社会で調べて、ね、そこにたどり着くことができるから簡単に、でも知らなくていいこともあるんじゃないかって思うんだよね、うんうん、でも特に今のお話聞くとなんか知らない方がいいんじゃないかとか、うんうん、それは怖いからっていうことではないかもしれないし、うん、知る必要がないっていうかね、まあ、実際に知ろうとしてもたどり着けないのかもしれないし、うん、まあ、どっちにしろとっても興味を惹かれますね、いろんな意味 で、 で、ね、この島全体の、うん、こういった神様とか、まあ、神仏の、まあ、崇拝っていう言葉ありますけど、はい、もう一つは畏敬っていうのがあるわけですよね、恐れる山っていう、ね、うん、なのでこちらの神島の伝統っていうのは崇拝よりも畏敬の方が強いのかなと、うん、海が恐ろしい、恐れてね、しますもんね、恵みをもたらす海が、ね、うん、に囲まれているのに、うん、恐ろしいというふうにおっしゃられてたので、うん、畏敬が強いんだな、うん、だから分からないことは多いと思います、うんうん、すごくこれはすごい島だぞここ、うん、あ、でもせっかくその心霊スポットみたいなのを聞いたんで夜はそこ行ってみたいね。そうですね、うん、だからいわゆるさ今までうちらが行ってきたようなそういう類じゃないと思うよ。違いますね、ちょっとまた違うと思うね、もっと、うん、我々が今まで行ってきたところとはちょっと全然別格の、そうですね、うん、上とか下とかじゃなくてちょっと別次元のっていうんですかね、全く違うと思います、ね、うん。